何度聞いても不気味なテーマ、手を風、呼べよ嵐、二歩三歩前に前進、ブッチャーの花道を睨みつけています。さあどういった攻撃を見せるか。今アフリカの悪夢を思わせる赤のチャドルがフラッシュに鈍い光を見せました。ゆっくりと登場するブッチャー。さあ菊池はどういう攻撃を仕掛けていくんでありましょうか。難敵巨大な壁、さあスライディングしてブッチャーに行った。場外戦、やはり仕掛けていきました。まだチャドルをかぶったままのアブドーラザ・ブッチャーにエルボー、そしてパンチ。今エプロンサイドからエルボーを打っていった。一連の戦い、エルボーを多用する超世代軍、そしてエプロンにブッチャーの死体をぶつけました。今ゴングが鳴りました。30分の一本勝負シングルマッチ、アブドラザ・ブッチャー対菊池剛。さあ菊池を今場外に持っていきました。ブッチャーフェンスを越えました。さあアブドラザ・ブッチャーが放送席近くの椅子、折りたたみ式の椅子に菊池の額をぶつけ、その後に地獄突き一戦であります。この地獄突き、そしてヘッドバット、エルボー、ブッチャーの三種の神器、これを食わないようにしたいと試合前言っていた菊池でしたが、まず仕掛けていった場外で逆に体勢を入れ替えられてしまいました。地獄突きリング上、さあブッチャーが今サポケーションクロー、頸動脈締めから今度は菊池がエルボー、細かいエルボーを持っていった。ボディースラムに切って取ろうとするが、相手は150キロあります。菊池よりもおよそ60キロ重いブッチャー、ベテランのブッチャー、大きなブッチャー、ボディースラム投げました、投げ抜きました。初志貫徹、ブッチャーを投げました菊池。ひてずして大きな拍手が沸き起こりました。愛知県体育館、92年チャンピオンカーニバルの最終戦を迎えました地獄突き。一瞬の切り返し、何人のレスラーがこの切り返しから自分のペースを奪われたことでしょうか。場外に落としていった、大きなお尻がロープをまたぐと、その先に恐怖が待っています。さあ本部席の机、菊池の頭まともにいきますと、やや口が開いた、苦しい。もう一回、三回目、バチリンという音、しつこい攻撃。ブッチャー来日回数も60回を超えました。悪の定番アブドラザ・ブッチャー、一方こちら日の丸タイツ、試合開始早々沈みがちな日の丸タイツが今セカンドロープに手をかけてリングに登ってまいりました。ブッチャーのタックル、ワンショルダーのタックル、場外転落。このチャンピオンカーニバル A ブロックで出場し、結局得点は4点でありました。ヘビー級の壁は厚かった、思い知らされたという菊池ですが、しかし自分が思った通りにこれからも突っ走っていくと試合前元気に語ってくれました菊池。今日は難敵ブッチャー、シングルでは初対決であります。ロープに飛ばした、地獄突きが待っている。中央で構える空手ポーズ、地獄突き2発3発4発目、下になると厳しい、この全体重を乗せてくる技、エルボードロップへの布石を打ちます。動きが止まりました。場内は菊池コール、動いていかなければ、顎を固めて顎砕き、センターポジションをしっかり守るブッチャーに対してどう回り込んでアウトサイドから速い動き、自分の持ち味を発揮したいという菊池。さあエルボー外からいった、さあロープに飛ばした、こういう技が欲しい。エルボー右、もう一回エルボー、しかしブロックする、一瞬の切り返し、まだ行く。さあレッグラリアット、これは不発、ブッチャーが手でブロックいたしました。おっと
これは首を潰しに行きました。ブッチャーの技、さあ寝かしておいてコーナーにシングルで再び、うん、エルボーを浴びてしまうのか。さあ菊池振ってしまった、動きは封じられた、毒針エルボー、カウント3、あっけなし。そしてブッチャーの強さ、エルボードロップ、アブドラダ・ブッチャー勝利の後の3個の礼、4分29秒、毒針エルボードロップからの体固め、シングルマッチで挑んできた菊池を一周いたしました、アブドラダ・ブッチャー。